韓国法務部は19日、自己隔離措置に違反した外国人7人を追放措置したと発表した。18日までに自己隔離措置に違反して追放された外国人は12人に及ぶ。法務部は、ソウルの自己隔離地を抜け出し、キムヘに無断で離脱したベトナム人夫婦2人と自己隔離期間中、 ジョンナムヨスで船員と創業に出たベトナム人船員一人を14日に強制追放した。ベトナム人船員は、出入国管理法第22条で規定している活動範囲制限命令に違反した疑いで、ベトナム人夫婦は、国内で不法就業した疑いで、それぞれ罰金が課された。また、 入国後の自己隔離措置に違反した君山にある大学に通うベトナム人留学生3人とソウルにある大学に通うマレーシア人留学生1人について17日に追放の決定を下した。マレーシア人留学生にも活動範囲制限命令に違反した疑いで罰金を課した。ベトナム人留学生3人は 自己隔離期間中の離脱を隠すために、自己診断アプリがインストールされた携帯電話を自己隔離地に置いて、5時間に及んで飲食店など、複数の商業施設を利用したことが分かった。マレーシア人と目学生も携帯電話を寮に置いて、3回も自己隔離地を離脱したことが確認された。しかし、留学生の場合、 出国するための航空便が中断されたりして、スムーズに手続きを進めることが困難であるため、保護した後に強制退去措置を取ることにした。これらは、帰国する航空便の問題が解決され次第、すぐに出国する予定である。法務部によると、入国者に対する義務的隔離が施行された1日以降、 18日まで隔離措置に違反して追放された外国人は12人である。このうち隔離施設への入所を拒否して追放された外国人は4人。入国後の自己隔離に違反して追放措置された外国人は8人である。入国段階で隔離に同意せず、強制送還された外国人は29人である。また、 ホーム部は2月1日から新規に不法滞在となり、出頭申告によって出国したものと3月1日からの取締りにより、外国人に対して罰金を課した結果、15日までに1億930万ウォンの罰金を徴収したと発表した。未納者は永久入国禁止措置を下した。なお、 法務部は20日から航空券の購入が難しく、出頭申告による出国ができない不法滞在外国人が、航空券がなくても、管轄出入国外国人干所に訪問して、出頭申告できるよう措置した。出国するための航空便がない点を考慮して、30日間出国を猶予されるが、 航空便が運航再開されればすぐに出国しなければならない。ただし、30日以内に再開されない場合は、申告した出入国外国人干渉を再訪問し、延長しなければならない。